磯部金吉磯部金吉から1917年6月4日は明治から大正時代前期の大日本帝国海軍軍人政治家最終階級は海軍少将貴族院直線議員陽明は虎之助磯部建造の長男として文護国大分軍鶴崎村に生まれる1856年5月家督を相続する後本籍を 東京府に置いた、幼年より海軍を志し、1868年、節艦乗組となり、翌年艦長代理に進んだ。ついで、比留丸艦長を経て、1871年海軍隊員に進み、千代岳艦長となる。まもなく、第一堤防艦長に転じ、1873年、大阪丸艦長を経て、1874年4月、 調佐に進んだ。さらに翌年の1875年、カスガマル艦長に転じ、1877年西南戦争で軍港を挙げ、1880年、キヨテル艦長に補いされ、中佐に進級する。1882年、早くじら艦長を経て、1883年海軍省、規定局出勤を発令され、1884年、 海門艦長となる。1885年、横須賀トンネー長予備艦総理。1886年、金剛艦長を経て、同年4月、大佐に進んだ直後の6月に、何和艦長を発令され。1888年4月、高千穂艦長兼常備召官大三坊長。1889年4月、佐世保軍港司令艦兼佐世保陳不造船部長に、 任せられた。翌年の1890年9月、フランスに適行した、五福島の開港事務取扱委員長となり、春行とともに、初代官庁となった。1891年5月からのフランス出張の、後、同年11月に帰庁すると、クレ軍港司令官に転じ1893年5月26日、海軍少将に進み、 同時に予備役編入となった。この間、軍法会議班市長などを務めた。予備役編入後の同年、日本優先取締役に推挙され、さらに1896年1月31日、貴族院議員に直選された。他、摂津工業社長を務めた。その後、1900年工備役に編入し、1905年、退役した。晩年は、 神奈川県足柄下郡小田原町十字に住んだ貴族院議員在任中に死去した。ありがとうございます。